これ1階の映画館だと思うんですよね。うぜーこれ。映画館では宝箱の位置情報を上映中だ。11番ここ外れ、間違えた、他のシアターを探せだって。13あるスクリーンのうち6巻は外れとなっている。他のシアターだ、他のシアターを探せって書いてあります。あれ真鍋さんどこ行ったんだろう。あいつはこっち、はい、着きました。強制失格まで5分を切った。3階に1つ、4階に1つ、5階、6階。宝箱は全部で5箇所。4階、5階。田中も宝箱の位置情報を手に入れた。よっしゃ。藤森は自力で宝箱を発見。これで次元装置を解除できていない者は5人。ゲーム残り35分までに宝箱を見つけカードキーを通さないと強制失格となる。藤森に電話します。でっんだよもう。お疲れ様です。はい、大丈夫ですよ。指令でさ、映画館のやつ来たやろ。カードキーもう俺発見しましたよ、もう解除しましたよ。はい、うせやん。ちょっとどっかなんか他余ってるとこ教えてくれへん。アクアシティの屋上、もしくはどっちデックス側にいるんだったらメディアージュの6階の一番行き止まりにもあります。俺2つ見つけたんです。はい、 ありがとう。オッケー、メディアージュ6階の行き止まりがあるそうです。軽い強制失格まで間もなく3分。あれないよ、ここからどこにも行けないの。よし、真鍋さんにええ人ぶろ。あ、中にバレた。くっそー、中田。